キャスパー・チャールズ・ウェルズ・5世は、アメリカ合衆国ミシュガン州、グランドラピッツ出身のプロ野球選手。タウソン大学から2005年のドラフト14巡目で、デトロイト・タイガースに入団。2010年5月15日の、ボストン・レッドソックス戦で、メジャーデビュー。2011年7月30日に、ダグフィスター、デビッド・ポーリーとのトレードで、チャーリー・ファーブッシュ。 チャンスラフィンと共にシアトルマリナーズへ移籍した。2012年3月25日には日本の東京ドームで行われた開幕戦の前の阪神タイガースとのプレシーズンゲームで9回に代打で出場し、藤川球児から初球をバックスクリーンに運ぶホームランを放った。2013年3月31日にリーフになる。4月10日にウェーバーで トロントブルージェイズへ移籍した。4月12日にディーフとなり15日に40人枠を外れた。4月22日にオークランドアスレチックスに金銭トレードで移籍。4月28日にディーフとなる。4月29日にシカゴホワイトソックスに金銭トレードで移籍。8月8日にウェーバーでフィラデルフィアフィリーズに移籍。十月十八日に FA となり。 11月20日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2014年6月25日に解雇され、7月18日に独立リーグアトランティックリーグのブリッジボートブルーフィッシュと契約。2015年2月17日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結ぶ。5月1日に解雇となる。ありがとうございます。